して砕かれた鉱石はローラーという機械で作業員によって校舎に引き込まれる。校舎は鉱石を運んだ際のトロッコ車な。校舎に引き込まれた鉱石はチップラーという設備を使って部屋に移されるという。チップラーの仕組みを解説すると、鉱石を積んだ校舎をチップラーの上に移動して荷台を縦山に向けて傾ける。そうすると、積まれた鉱石が建屋の中に入っていくというわけじゃ。うまく作られておんの。建屋の人を知らせ、岩盤の落下を防ぐ。すでに危険と不満が合わせて進められていたじゃ。足元さんでは、日本の銅生産量を 100% の占めたこともある。これも安全で地味な作業の積み方の学び。たくさんの土器を採掘した作業者の人たちの卵じゃない。おお、加工の出来上がり。30分、旅館で待って。